はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、古戦場の戦果の集め方ということで、まあ、古戦場ちょっと、レギュレーションが変わってですね、古戦場の戦果の集め方の効率みたいなのも少しだけ変わったんで、今回はちょっとそこら辺についてお話の方していければなというふうに思います。よろしくお願いします。で、まあ、戦果を集める上でですね、結構な変更があったのが、まあ、今までの古戦場って戦果集めといえば2通りがあったんですよね。つまり EX プラスを周回するか、古戦場の100ヘルを救援に行くかっていうのが、まあ戦果集めとしては代表的なものだったんですけれども、そこにちょっと変化があったんで、まあ、そこら辺を紹介します。で、古戦場ってちょっと変更があったんですよ。まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、ちょっと改めて説明すると、古戦場って今までイベントとしては予選があって、インターバルがあって、本戦5日間があって終わりっていうような感じだったんですけれども、それが変わって、予選があって、インターバルがあって、本戦が5戦から4戦に縮小された後にスペシャルバトル、最後のマッチの一戦がありますよっていうような感じになったんですよね。まあ、ここの詳細に関しては特にどうでもよくて、肝心なのはスペシャルバトルっていうのがあったことによって報酬に変化があったんですよね。で、報酬の方のここの方を見てもらえればいいんですけれども、スペシャルバトルのコランですね、ここの方が、獲得効果戦果数っていうのがあるんですよ。つまり、まあ、ここで貢献度を稼げば稼ぐほど戦果がもらえるようになったんですよね。はい。だから、まあ、つまり、まあ、今までと比べると消費 AP、BP とかが下がって、貢献度を稼ぐほど戦果がもらえるようになったんですよね。だからそういう風になることによって結構な変わりようがあって、つまりどういうことかっていうと、 EX プラス、この表を見てください。 EX プラスが発見32、討伐成功12で、まあ、AP1 ごと 1.1 枚と、で BP 救援を行うと、12枚もらえるよと。討伐成功報酬の12枚がもらえて、 MVP だったらまた追加でもらえるかもねっていうようなぐらいなんですけど、貢献度が5万1000なんですよね。で、あの戦果っていうのは、この戦果スペシャルバトルの獲得戦果数っていうのが約16,600ぐらいなんですけど、16,666で1枚ぐらいなんですよね。で、単純にそこから割られるので、貢献度を稼げば稼ぐほど戦果的にうまみがある。つまり100ヘルを救援で入ってボコボコにした方が貢献度、あの戦果が稼げるようになったんですよね。なんで初心者の方もこれは本当に言えるんですけれども、もし戦果を貯めたいっていうのであれば、個人的には今からでも90ヘルの救援に入って、救援ですよ、あの自発じゃなくて、救援に入ってヨダルラーハとかシルバーとか、まあ、メカニック編成とかバチバチ突っ込んで、その貢献度を出し殴りっていうのをした方が、基本的に戦果集めの効率が多分良くなってるんですよね。で、ここの下の方のを見てもらえればいいんですけれども、約1万7000で1枚なんですよね。90ヘルは救援で、まあ、BP1 につき10枚もらえると、まあ、BP2 消費で20枚もらえるんですよね、討伐成功報酬が。で、つまり、BP1 で12枚。つまりって言い過ぎたわ。BP2 枚差になっておりますので、BP1 につきね、2枚差になってるから、つまり3万4000貢献度を90ヘルで稼ぐことができれば、EX プラスと戦果数自体は等しくなるんですよね。なんでそこを基準にして考えていくと、まあ、90ヘルだったらトントンっていう人もいると思う。他の人の自分の戦力がちょっと足りないよっていう場合だったら、90ヘルよりも EX プラスに行ったりとか、まあ、EX プラス救援でもいいし、自発でもいいんだけど、そういう風にしたりとか、例えばだけど、まあ、目玉ですよね。こちら辺の、EX ベリーハードとか、ベリーハード犬周回、エクストリーム周回とかをした方がいいこともあるかもしれないんですけど、95ヘル、100ヘルっていうのが来たら、もう貢献度を稼げば稼ぐほどですね、戦果効率が良くなるっていう風になってるんで、で比率としても高くなるんですよ。つまり HP が高くなっている分、同じ1000ダメージ、同じヨダルラーハの100万ダメージでも獲得貢献度が大きく増えるから、初心者の人でも、まあ編成にもよりますけどね、例えばシルバーを持ってるかどうかとか、ヨダルラーハを持ってるかどうかとか、武器編成がどうなのかどうかっていうのはもちろんよるんだけど、基本的にもう95ヘルになってしまえば、完全に救援の方が戦果効率が上なんですよね。うん、なんで戦果
もちろん副産物 EX プラスにはもちろん肉っていう副産物があると思うんだけど、その副産物がいらないよ。単純に俺は戦果が欲しいんだよ、自発とかあんましたくないよ、そういうのなくてもいいような段だよっていうような場合だったら、戦果集めに関して言うのであればもう負け確だから肉集めとかも特にしたくないよっていうのであれば、95ヘル9円、100ヘル9円、90ヘル9円っていう風に入って、準 M とかも狙いつつね、MVP 準 MVP 3位で追加戦果ももらえるから、そこら辺も狙ってガン殴りのヘルを周回する BP でっていうのが多分一番効率いいんじゃねえかなっていうふうに思いました。まあそんな感じでね、戦果の集め方についてでした。まあ目的はそれぞれある。例えば勝ちたいっていうのだったりとか、総合的に貢献度を稼ぎたいっていうんだったら、やっぱり EX プラスを回った方がいいことも多いですしね、総合的な戦果っていう意味では、そういう意味では戦力によっては EX プラスの方がうまいこともあると思うんだけど、装備が整ってない場合だったら、戦果が欲しいよ、視点陣が欲しいよっていうのであれば、ヨダルラーハ、シルバー、メカニック、そういうのを、ね、握ってですね、95ヘル系の敵に突貫した方が効率がいいかもしれないなっていうことで、昔とちょっと変わったんでね、そこら辺もちょっと意識して貢献度を稼ぐっていう概念も少しだけ必要になってきたので、古戦場とかはそういうのも意識して殴ってみると、もしかしたら効率よく戦果が集められるかもねっていうようなお話でございました。皆さん参考になれば幸いでございます。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。